TBS 吉本西川家の今日もささっと満腹ご飯。皆さんこんにちは、西川家の今日もささっと満腹ご飯のお時間です。今日もお料理を作るのは西川家の長女西川かの子です。よろしくお願いします。さあ今日はささっとフライパン一つでボロネーゼ。ボロネーゼといえばメインはまあお肉っぽい感じはしますが、実は今日のメインはねこちらでございます。吉本マッシュルーム、立派なマッシュルームで千葉県から今日は旅してきてくれました。ではこれをたくさん使って今日はボロネーゼ作りたいと思います。本当は野菜も手切りしたらいいんですけども、今日はもうベーンってフードプロセッサーに入れたりとかして、こうニンニクとかもあるんですけど、こういうのも一緒にポイって入れたりなんかしまして、分量とかも気になるとは思うんですけど、にんじん1本冷蔵庫の中にあるからこれでいいやみたいな感じでもうやってください。あれ、はい。で本当だったら、まあ、先にオリーブオイル敷いてとかバター敷いてとか思うんですけど、あまり気にしておりません。で今日の主役のこのマッシュルームなんですけど、この石突きというのかなのところがあるので、もうこれポロンと取っちゃってください。結構足元が美味しいんですよね、出汁が出て。これもねポンポンと一緒に入れちゃいます。であんまりやりすぎると今度食感全然なくなっちゃうんで、それなりに。でこれもこのまま見てもこれだけ見てもすごい量なんですよ実はね、野菜が。ではマッシュルームから切っていきますね。私は結構生で食べるのも好きなんで、なんかスパイスの入ったお塩とかとオリーブオイルとレモンだけで食べたり、大人になったら結構生の良さ分かりますよね。で今日はもう一つポイントなんですけど、ミンチじゃなくてステーキ肉、まあ、今日はステーキ肉ですけど、自分がこれやなっていうようなお肉があったらそれを手切りしてちょっと粗いミンチに、西川家の分をお肉手切りにしようと思ったらなかなかしんどいんですよこれが。ちなみに西川家はパスタやるときはキャベツとオイルサーディンのパスタみたいのが出てきて、であとはなんかみんな用にボロネーゼかカルボナーラみたいなのがどっちかが出てきて、なんか3種類ぐらい。これ姉の係なんでいつもどうもありがとう。さあ炒めていこうかな。オリーブオイル大さじもう2杯か3杯かぐらいも入れてください。もうじゃあお肉も入れちゃいます。油もあるんでね。で結構しっかり炒まってきた後で、あのマッシュルーム入れてあげたいと思います。ダーン、はい。トマト缶このままもボトンと入れます。すごいな、西川さんとこの料理ってめちゃめちゃ大雑把やなって、きっと見てくれてる人は思って、でも家の料理はこんなもんだよ。じゃあ可愛いの入れます。父が煮込み系とか多分好きなんですよね。タンシチューとかビーフシチューとかハンバーグも煮込みハンバーグとか、だから帰ってきた時に台所でこういうのをやってると赤ワインをすぐ探しに行きます、冷蔵庫に。じゃあちょっと水分なくなるまでお待ちください。さあどうなったでしょう、ご覧ください。じゃじゃーん、わー美味しそう。でここでまろやかさとコクを出したいのでバターを入れます。もうこれはもうたっぷりかけて召し上がっていただきたいです。マッシュルームたっぷりのボロネーゼです。吉本。